てな夢追いかけた。特には自慢できるような土産話はない。そのままにしてくれてた。西日が差す古風の部屋、窓を開け風を入れ替えてから、ふと誰か会いたくて、路面電車がガタゴトと走ってゆく街は、今も君が歩いてるような、そんな気がしてしまう。通り過ぎる窓の景色はあの子と変わったけど、祖国たちがいつも待ち合わせた懐かしい思い。